近況なんですがいかがですか。近況はちょっとレース足がちょっとないなって思ってるんで、ちょっと体幹練習とか今自分に足りないことは練習してるんですけど、あとはレースに生かせれたらなって思ってます。サンサンバンクはいかがですか。サンサンバンクは一番好きですね、はい、この初戦の戦い方お願いします。皆さん強いんで、でもやっぱ一番車いただいてるんで、もう前々に好位置狙って頑張っていきたいと思います。9連勝中なんですがいかがでしょう。そうですね、まあ、ただサマーの1ヶ月前になってきたんで、本当にしっかり自力で仕掛けて、まあ、着は置いといてしっかり自分の力を試していきたいなと今節思ってます。ここに向けては調整はどうだったんでしょうか。10日あったので助かりました。初戦はどう戦っていきますか。三三の競争がちょっと久しぶりになるので、しっかり自分の仕掛けどころを誤らないようにというか、ちょっとピリッとしますけど頑張りたいと思います。近況ですがご自身ではどう感じてますか。そうですね、最近決勝乗れないんで決勝乗りたいなっていう思いが強いです。前走は最終日思い切った仕掛けもあったんですけどどうだったでしょう。最終日は自分から動けるんですけど、やっぱ予選からしっかり動いていきたいなと思います。今シリーズまでの調整などはどうでしたか。まあ、中3日だったんでできることはやってきました。サンサンバンクはいかがですか。あ、地元もサンサンバンクなんで、はい、練習通りやりたいと思います。初戦はどのように戦いますか。サンサンなんで前々でいきたいと思います。決勝戦乗れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。まずは近況は手応えどうでしょう。そうですね、成績の波があるのがちょっと課題だなと思ってたんですけど、最近予選は着に絡めているので、ちょっとずつ安定してきてはいるかなと思います。三三なので立ち遅れないように前々で攻めていきたいと思います。動きをこう意識する選手いますか。そうですね、石井貴子さん多分早く動いてくると思うので、それに、はい、立ち向かえるように頑張ります。前回は3日目からの参戦だったんですけどいかがでしたか。そうですね、ちょっと疲れもある中行ったんですけど、ちょっと成績はいまいちな感じだったんですけど、まあ、内容は別にそんな気にせず来ました。今回初戦はどのように戦いますか。そうですね、3-3なんでとにかく、まあ、トヨタ1から前々に考えてます。伊藤はイメージありますか。伊藤は2年前ぐらいに走ったんですけど、ちょっともう記憶にないぐらいなんで、いいイメージ持って新しくやりたいと思ってます。復帰戦となりますが今コンディション面どうでしょうか。そうですね、整えてきたつもりではいます。こう伊藤では直線をこうぐっと伸びる印象あるんですけど、バンクどうですか。そうですね、結構長く休んでたのでちょっと走ってみないとわからないです。ではその初戦なんですがどう戦いますか。臨機応変に頑張ります。復帰戦ですけど緊張せずに、決勝乗れたらいいなと思ってます。応援よろしくお願いします。近況のレースは手応えどうですか。そうですね、調子は上がってきてると思うんで頑張ります。はい、練習もいい感じですか。そうですね、感じは、はい、いいと思います。伊藤のイメージ持ってますか。そうですね、伊藤は補充で走らせてもらったり追加でも走らせてもらってるんで、しっかりここでもいい結果で帰れるように頑張りたいです。初戦、まあ、7番車となったんですけどどう戦いますか。そうですね、ちょっと何とも言えないですけど、とりあえず流れに乗っていけるように頑張ります。